よっしゃ、僕は本気ですから優勝しましょうね。みんなタイトル取ってよろしくお願いします。スピード勝負を挑みましたが、長友ファールになりました。あの辺のこうなんて自分の前に持っていく、はい、やっぱり守り方とかスピードに対応する力とか、やっぱりそういうのは経験もありますし、うまかったですね、はい。ビッグクラブにこれだけ長い年数在籍した日本人選手っていうのは、あまりこうラインを上げすぎて、やっぱ相手の速さをね、重ねても苦しくなるでしょうし、まだラインを下げてブロックを作ったとしても、ここのクオリティが発揮されるし、まあ、どちらにせよ、やっぱりゴール際のところで厳しくいかないとというところが、他はつながってくるのかなという気がしますよね。はい、このマッチアップを制して吠えてみせました長友佑都。周りをこういう声で動かすのが上手いんですよ、はい。さあ松尾、縦行った松尾、折り返し、うーん、いいボールでしたけどね。あら、そこには長友がいます。ブラボー、副審に対してブラボー。久しぶりの青赤ユニを着てアジスタでのピッチ、今戦い終えてどんな心境ですか？嬉しいです、嬉しいです。ディエゴ・オリベイラ、長友オーバーラップ、クロス、アダエト、持った東京、持たれた川崎、長友が前、手を挙げた田川、田川がニア、田川に合わせた、時はもう一回阿部、長友です、クロスにした、後ろから取り込んで高萩、渡辺龍馬は長友にパス、アダイエトのワンタッチ、間に合って長友、ディエゴ・オリベイラ、ネルソン・ソンリョンです。